三重県鈴鹿市の農家では、南米原産の高級フルーツで森のアイスクリームとも言われる。あてもやの収穫が始まりました。あてもやは南米原産のフルーツで果肉が甘く、クリーミーな舌触りから森のアイスクリームと呼ばれ緊張されています。鈴鹿市の農家では大きく実った。あてもやの収穫作業が始まりました。国内では栽培する農家が少ないため。 希少価値の高いアテモヤ。この農園では空いたビニールハウスを使って数年前から栽培を始め、今では年間3000個ほどのアテモヤを収穫しています。価格は1個あたり2000円ほどで地元の直売所やインターネットで販売されるということです。収穫は12月まで続きます。